床面積が結局解体の重要なキーワードとなるんで、こういうねトラブルがやっぱりあるんで、一式っていうのはいいか悪いかって言われた時によくわからない。見積もりの見比べ方、そうですね、はい、比べるというのをちょっと教えていただきたいんですけど、まあ見積もりの見比べ方ですね、はい、A 社、はいはい、でこれそれが見積もりですか。まあまあ B 社あ、B 社、こんな感じでだから C 社、はい、新しいイラストですね。そうですそうです、はい、よくこうやってね、あの資料の言うたら書類ならこういうような書き方しますね、はい、A 社、B 社、C 社、これ見積もりですね、はい、これ A 社の見積もりはね、もう言うたら、まあ、20坪、はい、一式って大体書いてるんですよ、一式。ああ、そうですね。一式工事、はいはいはい、よくある解体屋の書き方です、はい、で、一式が悪いわけではないんですね、うん、で、一式じゃない見積もりでどんなんですかっていう見積もりなんですけど、はい、ちょっとここに書いたらもう書ききれないんで、例えば言うたら木造の躯体の解体の処分、うん、あとは植木の撤去、うん、そしてまあ言うたら塀の撤去、はいはい、で基礎の撤去とか分けてるんですね。あと重機改装費とか、うん、あとは言うたら諸経費、消耗品費、はい、あとは建設リサイクル届及び特定建設業届、はい、でまあそういうようなもの、諸経費やいろいろものが重なって積んで見積もりが出ているところがあります、うんうん、じゃあどっちがいいのっていう話ですね、うん、だからまあ別に一式でもいいんですよ。一式全然悪くない。まあ、一式、まあ、これ、まあ、100万、分かりやすく100万にしましょうか、100万、はい、100万で、じゃあどこまで潰してくれんねんっていう話が出てきたとしましょう、うん、で、まあ、例えばこう家が、まあ、建ってますわな、はい、まあ、こうサザエさんですね。そうそう、で、今は、まあ、言うたらあの下水道がもう直通で、市の下水道がこう下水にこういうふうに流れるようになるんで、はい、これはまあ別に下水の汚水マスがありゃいいんですけど、うんうん、中にね昔の家ってね浄化槽がある家なんですよ。浄化槽、おで浄化槽が言うたら、まあ、大体ドラム缶2本分ぐらいの大きさなんかな。で浄化槽って何ですか。浄化槽いうたらあの簡易水栓のことです。あでこ う, う, う煙突があって、はい、年に2回ぐらい汲み取りくるんですよ、はいはい、水栓便所じゃない、水栓トイレじゃなくて浄化槽、はいはいはい、でこの浄化槽を撤去する値段はどっちに入ってるのかって言われてもわからないですよね。あ一式やったら、はいはい、だからこれ地中埋設物やっていうやつもさ、あだからこれ10万くれ言うて、そうかそうか、地中で毎節物やから5万くれ10万くれって言う。なるほど。で結局そのようになった時に一式ちゃうのんっていう話になりますわね、はい、だから B 社はいろいろ細かいこと書いて浄化槽は3万5千円とか4万円で買い取って、はい、で100万やったと、はいはいはい、で結局どっち高いんやろって思ったけど一式で書いてたけど、はい、言うたらこっから下は別やでっていうトラブルも中にはあります。地面より下は、そう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 、浄化槽だ。こういうねトラブルがやっぱりあるんで、うん、一式っていうのは、うん、いいか悪いかって言われた時によくわからない。なで全部潰してくれたらいいですよ。はいはいはい、ほんで面倒くさいからもう一式って書くんですね、はいはい、どうしてかというと言うたらいよいよ積み上げてやるんがもう面倒くさいから、うん、だからただ一式が悪くないんやけど一式の見積もりはどっちか言うたらトラブルが多いかなっていうのが多いですね。やっぱり陶器とか実際に測りに行ってもちろんそうです積み上げてね、まあ、あの過去の動画でもやりましたけど、だから結局ね家のね床面積、うん、床面積が結局解体の重要なキーワードとなるんで、はい、これが20坪分を潰しましたよっていう言い方にされると、うん、他の負担の植木であったり、はい、塀であったり、うん、門柱であったり、
ガレージの言うたらカーポートであったり入ってるか入ってないかわからないんですね、うん、いやその時打ち合わせしたけどそれ取らんでいいって言ったやん。でもやっぱり解体してるうちに気が変わってやっぱ取ってほしいとか、うん、取ってほしくないとか、うん、やっぱこういうことになったらこれちょっと追加これちょっと追加それはできひんって言われたらこう前に進まないですわね、うん、だからまあそういう意識がやっぱりこう一式やったらどこの範囲まで一式なんかっていうのはきちんと聞いた方がいいでしょうね、うん、っていうことが一つ見積もりの比べ方です。一つノートに箇条書きに書いて一つ一つ丁寧に説明してくれるかどうか、はいはいはい、聞いてた方がいいでしょうね。なるほど。だから、まあ、まずはそもそもとして一式いうのを使ってる見積もりは要注意であると。でなおかつなんか細かい質問をちょっと用意して、でそれにその都度その都度答えてくれるかどうか。そうですね、答えないと相手不安になるんで。そうですよね、はい、だこの2つで、まあ、比べていくんが、まあ、いいんちゃうかと。まあまあそうですね。あと値段もね、まあ、値段も、まあ、大事ですけど、はい、はい。